どうも、ゆるまんです。はい、本日はですね、2つ今日はね、練習メニューと、インサイドアウト、要は、このヘッドランが使うとより、効果が分かりやすいというか、でなおかつ、練習メニュー、この冬にやってほしい練習メニューはこれで打ったらめちゃくちゃきついっていうのをご紹介します。でなおかつリスト、手首の力であったりとか、体幹部分がすごい鍛えられるメニューなので、ぜひ皆さんやってほしいなというふうに思います。まずですね、最初に説明するのは、よくね、こねてしまう人とか結構います。バッティングでこうやってこねてしまうんですけど、どうしたらいいですかとかいう方多いんですけども、そういう、人のためにですね、今回ね、練習法をお伝えしようかなと思いますので、このタイプ初っす。そうですね、ちょっと珍しいパターンですね。実際その技術指導と練習メニューっていうのはないっすね。そうですね、確かに。なのでそれを、このヘッドラン使うとよりいいよっていうのを、お伝えするんで、ぜひね、皆さん最後まで見ていただけたらというふうに思います。なんとですね、このヘッドランパッドがですね、2月12日に1500本ほど届きます僕の元にめちゃめちゃ届きますね。めっちゃ届きます。で、2月12日以降、注文してもらった方にはすぐ発送できますもうなんか半年ぐらい皆さん待っていただいて、注文していただいたんですけども、もうですね、もう2月の12日以降はいつでも発送します。物が1500本がなくなるまでですよ。なくなるまでですよ。1500本がなくなるまでですよ。なくなったらもう発送できないんで。ただですね、一つ言いたいのはですね、1500本来ますよね。来て発送するまでに、僕と僕のスタッフめちゃくちゃ少数です。手作業で発送するので、ちょっと遅れる可能性があります。ただ急ぎます。なんで発送だけちょっとね、人手不足もあるんで、できるだけ早くしますんで、2月12日以降はもうバクサッと、もう今からでもいいですね。そうですね、予約なんかでも注文しとけば、注文しとけばもう大丈夫なんで、多分この動画でまたもう一気にバババババってもうあると分かったらみんな多分買われると思うんで、それだけ皆さん注意して、なるべく早く購入していただけたらなというふうに思います。ということで、早速やっていきます。はい、ということでですね、インサイドアウト、いわゆるこねちゃう人、これはね、必見です、今回。これね、結構難しいです。で、まずどうやってやるかというと、もう、やってる、僕からしたら、めちゃくちゃこう皆さんに伝わってほしいんですけど、難しいんですよ、これ。難しいんですけど、こうね、振りに行くときに、前でバットを止めるんですよ。これだけなんですよ。なんか一見簡単にやってます、ね、一見簡単そうじゃないですか。引いて前で止めます、前で止めるこれだけです。でこれね、力感で言ったら3割ぐらいでいいです。そんなに全力振りする人はないです。もう全力振りして途中で止めるってなったら交通事故みたいなもんそうですね、はい。もうなんかもう100キロで走ってきたやつが急にパーン止まったらもうウィーンって故障するんでそんな感じになっちゃうんで、3割ぐらいのスピードで前で止める。これね、やったら分かります。みんなおそらくこういっちゃうんですよ。こねる子、多分僕がやってもそうなりますね。そうですよね。よしもう兄さんさっきやってもらったんですよじゃあ手首痛いって言ってたんですよ、後ろに。それ、これなんでそういう風になるかって言ったら、要はね、前でしっかりとバットがこうやって伸びるってことは、このずーっとインサイドアウトで来て触れてる証拠なんですよ。常にずっと、はいはいはい、そうです。これがこねる子って、要は内側からバットは出てるんですけど、早いですよ、入るのが早いんで、もう先がすごいスピードついちゃって、こうやってもうこねる。本来手首でこねるんじゃなくて、勝手に自然に返っていくものなので、変に返しちゃダメなんですよ。だから開いてる子とかこねる子っていうのは前でこうやって止めてやる、これだけでいいです。要はその形ができてればそこで止めることに別に負荷はない。ないです、全然ないです。ただ3割でやってくださいよ。僕も10割でやったらこれさすがに持っていかれるんで、わーんと。でなおかつこのヘッドランだったら先重いんで、
そうですね、持っていかれるぞ、うまいこと振らない。だこれはほんまにあの、ね、3割ぐらいで皆さんに全力で振っちゃダメですよ。でこれでインサイドうまくこういう風に前で止めれるようになるスイングになると、すごいね、振りに行くときに綺麗なスイングプレーになるんですよ。ここが変にこうやって来れる人ってこういう感じのスイングになったりして、なんかどうしても親御さんとかって、まあ、なんかうちの子スイングはあれだなと思うと思います。そういう選手はもう前でこう止める練習して、あ、こんな感じで前で止めれるようになったら、そのままさっき前で止めてたような感覚で振り抜いてごらんって言ったら、めっちゃ綺麗にスイングできます。ポーン、王貞治さんとかそうなんですよ。パッて足上げるじゃないですか、はい、内に行ってパーン打ったらパチーンとこう伸びてるんですよ、手が。びっくりしますよ、あれめちゃくちゃ美しい。だからあのやってみてください、これ前で止める。で一回ちょっと後ろに手を置いてもらっていいですか。これあの実際置き T でやってもらってもいいですし、T でもいいです。 T で前からボール来たやつを前で止めてやる。バットをお願いします。前で止める、前で止める、前で止める、これだけでいいです。で今パチーンって前で手が伸びてる状態じゃないですか。でこのまま振り抜いてやるなと、すごい綺麗にバットの遠心力を最大化して振れるようになります。オキティでもいいですよ。オキティがこうやって置かれてたら、オキティをパーンと打ったら前で止まる。その時にあまり思いっきりグッて握ってたらこれうまくできないんですよ。それだけ気をつけてください。軽く握ってればバットが勝手に重みで、なおかつヘッドラン先が重いのでピュッと走ってくれる感じがあります。その感じで OK なので、ぜひ皆さんこのね振り方を覚えておいてもらいたいなというふうに思います。さあ次ですよ、この冬やっといてほしい練習メニュー言います。3分間スイングですね。もう名前の通りと認識していいですか。はい、はい、3分間スイングはちょっと別角度でいきますか。別角度で、はい、はいと3分間スイング、これを練習メニューで入れるとすごくいいという、まあ、あの僕の中では素振りがもう最強の体幹トレーニングだと思ってるんですよね。素振りすることがやっぱり野球に生きる筋力っていうのはやっぱり野球での動きでつけるのがやっぱり理想かなと思うので、やっぱりスイングって最強の体幹トレーニングで、まあ、普通の、まあ、バットでもいいんですけども、今回ヘッドラン、このヘッドランがこの3分間スイングではめちゃくちゃ有効だということ。これいや、まあ僕も何回もやってるんで分かるんですけど、振ってたらすごい先が重いんでね、めっちゃ手疲れるんですよ。でよくヘッドの重みを感じて僕は振ってくださいって言うんですけど、これ3分間これ1分半ぐらいからすごい手の力も抜けて、重さでねすごいヘッドがこううまく遅れてきて、こうスパーンって出る感じが分かってきます。だからこの要は疲れた時に出てくる体の動きってほんまに自然体なんですよ。自然体の動きで作り出すのが理想なんですね、バッティングって。自然で何でもこうもう無意識にできたらパーンできたら一番いいことなので、なおかつこの3分間スイングは体幹を鍛えることができる。体幹っていうのは体ですから、体の部分をしっかり鍛えることができる。なおかつあと手首の力も鍛えることができる。めちゃくちゃ重要なんで、これちょっと3分間スイングっていうのを説明します。まずね、3分間で150回以上振ってください。150回要は連続で振るんです。で振るときに注意してほしいのが、しっかりと足回すこと、後ろのこの股関節しっかり前に回すことで、ポイントは、まあ、余裕がある人はインコース高め、インコース真ん中、インコース低め、この急コースですね、ストラックアウトの急コースを振ることをお勧めします。僕はちょっときついので、真ん中、まあ、アウトコース真ん中だけ振ります。でこれ疲れてきたよね、低め振り出すんですよみんな、重いから。でも頑張ってきつなってもなるべく、まあ、高め振るのが結構きついんで、腕あのその辺を振るといいかなと。高めとかね、最低真ん中低めならし、これを150回やりたいと思います。実際振ります。タイム測ります。お願いします。長く持ってくださいね。いきます。はい、3、2、1。さ
あ、始まりました。基本的にアウトコースを振っております。これね、振ったわかるんですけど、皆さん足がめっちゃきつなってくるんですよ。で、なるべくその場で振ること、ほっぱり大事。そっそっそっ、いいでしょう。今何回ですか？47。やばだいぶ遅い。上げなペース、やば、腕疲れてきた。頑張れ俺。やばい、低め振ってきた。前回しょ、ちゃんと後ろ足も回ってますよね。結果はですね、3分間で147回。あかんやん、あかんやん。まあこれぐらいのペースでってことですよね。でもそうです、ミノルマンでこのしんどさやったら、そうそう150回一発で到達は、まあ慣れてくるまでは、で体幹がしっかりしてきたら、そうですよ、ね、そうですね。これね、あの後ろ足回さないとかやったら、これいくらでもいけるんですよ。まあ形もね、ちゃんと作りながらなんでね。そうで、なおかつヘッドランっていうのがめっちゃきつい。もう最後もう腕きつすぎてここパンパンになるんですよ。で、僕の形結構理想です。しっかり後ろ足も回してアウトコース振ると、で先重たいんで、もうね、これやったら分かるんですけど、もうね、低め振りたなるんですよ。腕が落ちてくる、腕落ちるから。それを頑張って腕落とさずにアウトコース振るというところです。じゃあエンディングいきましょう。いけた。はい、ということで終わりました。これ記録147回、全然ダメですわ。お前やったらね、180回ぐらいいくんですよ。180回って相当ハードです。やばいですよね、はい。で、まあ、160回から180回って、あの、いくんですよ、普通のバッターやったら。お、普通のバッターやったら、あの、頑張ったら150回以上でいけると思います、全然。こいつよ。やっぱ遠心力がより効きやすい分、そうです。で、戻すのも、そうなんですよ、きついですね。振るときに、要はこう長いんで、振る時間もかかるんですよね。そう。
で、やっぱりこうなおかつこれ早く振ろうと思ったら先重いんで、ここは軽いんですけど、ここプッと早く出しても後ろがついてこないから、そうだからこれは本当にきついです。で、まあ、大人用を持ってる方、ジュニア用を持ってる方あると思うんですけど、最初短く持ってもいいかも。短く持って振るのとか結構おすすめなので、まあ、あのヘッドランって長いんですけど、こう短く持ったら普通のバットよりも短く扱えるので、それもできますよと。だからあえて長くこれ作ってるっていうのもあるので、ぜひ皆さんやってみてください。今日は、インサイドアウトね、前でバットを止めれることができる選手はすごいインサイドアウトから出て綺麗なスイングプレーができますよというのと、あとは練習メニューですね。3分間スイング、皆さんこの冬やってみてください。圧倒的力をね、振る力を、つけてほしいなと思うので、素振りは最強の体幹トレーニング、皆さん覚えてね、ぜひやってほしいなというふうに思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。